皆さんこんばんは。武田邦彦の本当の話番外編、深い話をお届けしています。今回は第3回目となります。この番組は言葉、体、神様、自然、食、そして医療などを深く考えて人生に生かす番組です。主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。第1回の冒頭で少し言ったんですが、はい、本当の話はニュースを流してる、はい、しばらく流してるとこれはこれだけじゃダメだと、うん、やっぱりあんまり 病院に行かなくても体治さなきゃもともとダメだというんで医者知らずという番組をやって、はい、まあ、いろんな先生方に来ていただいて 1年半、はい、見事に当たってですね、はい、コロナのちょうど8ヶ月ぐらい前、うん、ね、だからもうあの医者知らずを見てる人はもうコロナ全然大丈夫と。で今度はね、僕こう考えてるとね、どうも医者知らずだけじゃもう一つ深さが足りない、うん、まあ、我々は日本人としてどうなんだ、自然はどうなのか、第一回ね、神はどうなのか、で今度はまあ精神のようなね、はい、精神話をして、そう、ね、そして、皆さんが多分これを聞いたらですね、来年の春ぐらいにまた変動が来ますから、その時に役立つと、まあ、こういう予習っていう感じですかね。そうです、はい。で今日のお話をしていただきますのは、1回目からご登場いただいております一般財団法人姿勢学術協会姿勢塾代表の片山健先生です。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生はね、ものすごく理屈っぽくてね、もう大変なんですけど、一応今回は皆さんに分かりやすいことを少し気にしとられてね、はい、ちょっと少し引いてやっとられました、ね、そうですか、まあ、今回ぐらいから結構出てくるんじゃないかと。ヒートアップしてくる、エンジンもうまい具合にかかってくる感じでね、はい、先生は理屈っぽいので理論派という感じで、はい、先生の端から、まあ、他人の評価は気にしております。常にマイペース、はいはい、で今回はですね、はい、前回とちょっと関わりが ありますが、日本人の精神の姿勢というお話を、はい、まあ、させていただきたいなと思いますけども、いきなりですけども、精神って何でしょうっていうね、うん、これね、多くの方に聞きます。で実際にね、精神科医とおっしゃってる方3人これまで訪ねてみました。精神って何ですかって答えられないんですよ、うん、度肝を抜かれた目が点になってね、あ、いや精神科のお医者さんですよね、精神って何ですかって言うとびっくりされる、うん、ね、桃子さん、精神って何でしょうか。来ましたね。私自身は、はいはい、まあ、体に宿るもの、はい、というふうに思いますね、はい、で、まあ、要するに私もこれは持論になってしまいますけども、持論というよりももともと文字がありますし、そういった概念も東洋医学の中に歴史とあります、はっきりとあります。それを、まあ、残念ながら現代の方々は心と同じものであろうかとか、なんとなく心が病んだ状態を精神かとか、うん、あるいは、特攻隊の人たちの精神が精神なのか、わけのわからない状況が日本語として使われている中で、今日はしっかりとですね、この精神について、まあ持論半分、本当の話半分、はい、お伝えさせていただきたいなというところで、まず、3-1 のフリップを出してもらって、これ前回もちょっとお話ししましたけども、実は精神の中には神という字が入ってます、はい、ね、でこれはもう非常に象徴的なんですけども、もう一度説明させていただくと、神という文字は示すに、申す、雷の意味でした。じゃあ精神の精はどうなのか、これね、米に青いと書いてます。もうこれ日本人ならもう誰でも分かりますよね。生きた米、生命力のある米、そしてこの米が大地に生えます、雷は天から降ってきますということで、天地を合わしたエネルギーのことが精神ということになります。でこれはまさしくですね、この精神と、こんな字見たことあるでしょ、稲妻、はい、はい、稲妻って言いますね。稲妻っていうのは稲の妻っていうのを稲妻っていうんですけども、この稲の妻、稲っていうのが精になります、妻っていうのが雷、
つまり精神とは宇宙全体のエネルギーであると、まあ、こんな、横文字は日本人は使っていなかったでしょうけど、全ての、自然界にあふれるものは精神である、うん、そのように捉えていたということは間違いないと。ですから、現代風にね、精神病なんていうのはちょっと言葉の使い方がおかしい、うん、これ概念変えなければこの精神病と呼ばれている病気なんていうのは治るわけないなと、うん、つまり例えばですよ、車を直すといってなんかギターを直してる、これ違いますよね。だから精神を治すのか心を治すのか本当にねご存じないんですよ、お医者さんが、うん、ですからこれをちょっと今回はお話しさせていただきたいなと、思いますけども、よろしいですか。よろしいですよ、はい、はい、よろしい。じゃあ次お願いします。まあこれはもう見ての通り雷を示すということで、まず精神の神ですね。でここでちょっとお話したいのは、桃子さん、人間の体には血管とか、はい、いろんなものが、ありますけども、じゃあその情報を伝達するもの、うん、音とか、はい、見たものとか味わったものとか、そういう道を何というでしょう。道ですか、はい、これね神の道っていうんですよ。これを神経と言います。ああ、はいはい、神の道、これ道っていうのは経度の経ですけど、うん、縦道、経絡とか言うときに使う、うん、はい、ですから神の縦道と書いて神経と言うんです、うん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 、すごいと思いませんか。でなんか誰かの曲に糸とかになりますね、はい、中島みゆきですか、はいはい、そうですね、あれと同じですよ、ね、はい、それでねさらに驚くのはその神経は伝達手段は何と思いますか。神経の伝達手段、まあ、電気信号みたいな、はい、音波っていうのがありますよね、はいはい、あるいは味覚っていうのがありますよね、はい、あるいは、視覚っていう光、うん、フォトン入りますね、はい、で一旦入るとそのままフォトンが脳に行くわけじゃないんですよ、うんうん、音波が脳に響くわけじゃないんですよ、変換されるんですよ。何変換される、そういう神経につながって、うん、ってことですか、はい、なんかで電気、うん、電気、電気になっていくんですよ。まさしくこの雷が、なるほど、神経、神の道を伝って、うんうんうん、全身にエネルギーを伝わるということですね、運んでいく、まあ、これに気づいた時はねちょっと腰が抜けそうになりましたけども、次お願いします、はい、でこれさっき説明しました、まあ日本人で言えば誰でも分かるですね、稲のこと、はい、あるいは玄米と言ってもいい、命あるとかね、じゃあ次お願いします。でこれを合わせて今妻精神であるというところになります。次お願いします。で、前回もちょっとこれ絵が出てきましたけども、死で雷の象徴ですね。でこの雷が降りてくるところに日本人は参拝に行って、あるいは大城祭、あるいは新嘗祭では海の幸、山の幸、平地の米、これを祀って神と共にその法然を祝うということをやる。でこれの表彰といいますか、現れが全国各地にあるお祭り、つまり祭りごとですよね、うん、祭りごとっていうのは何かというと肉付きがつくでしょ。でこの股みたいなのについてこれ示す、はい、いわゆる豊穣に感謝する行事をお祭りごとってやって、その代表が天皇陛下、そして各地の自治体で各自のお祭りを五穀豊穣を祝うというのがもう日本の古い習わしである、うん、まあ、いうことになります、はい、でちなみにここにまた出てきてますけれども、精神と気、これ精神と気って、まあ言いましたけども、気って何でしょうか。気持ちの気ってことですね。気持ちの気、気合の気、うん、これもね日本人だんだん忘れてるんですけども、精神が実体とするならば、その精神が実質的にこう出てくるエネルギー、様態、うん、様子、これを気とこう言うんですね。で古い字ではこれを米と書いてます、はい、なんか米になってますね、はいはい、これが気ですね。その気がついたものに天気という言葉があります。これこそまさしく天上のエネルギーの様態、うん、
で天気だけじゃなくて実は地気という言葉もあります。でこれは地のエネルギーの様態、そしてこの天気と地気が合わさったところに新しいエネルギーが現れます。これを何と言う、天気と地気が現る、合わさる、合体する、そこにエネルギーが生まれます。これ何と言う、これ元気と言います。元気、元気、はいはい、元の気、はい、で元気があるものに入る、これを何と言う、これを人気と言います、つまりエネルギーの状態ですね、様態、実態、様態っていうのは全て生活の中の言葉として日本語の中に残ってます、はい、ただ僕らは今はそういったその語源のことは忘れて、まあ実際テレビが今日の天気予報はとかね、あの芸能人は人気があるね、言っておりますけども、実は人気のある人っていうのは元気な人ってことです。天の気と地の気のエネルギーをたっぷりと蓄えた人が人気の高い人、でこの人たちを元気があると言います。でこういうね、日本語の組み立てを知ってくると、そんなにこの神というのはいわゆる宗教観を持ってこなくても、お家の中に昔はみんな神棚があった、神棚ですね、はい、その意味が見えてきます、要するに日々のエネルギーに感謝する、そういったことを単純に生活の一部として私たち日本人はやってきた、だからわざわざこう何ですかね、こう仰々しく、なんか立派な洋服を着てなんかやるっていうことでもなかった、まあ、もちろん天皇陛下のような代表の方はその前回武田先生がおっしゃったように麻の布でしたっけ、はい、まとってそして神事をなされるわけですけど、これを祭りごとっていうのもそのためですよね、豊穣に感謝するわけですから、はい、で、こういった言葉を僕らは日常的に使ってる民族なんだ、だから右翼だからとか左翼だからってもうどうでもいいんですよ、そんな話は。もっと自然の原点に戻れよと、そうすると日本っていう国がもういかにこう楽しい国か、自然に最も近く、最も人間として、最先端を行ってる国であるということに気づけるのではないかと個人的には考えています。はい、続いていきますか。全然おしゃべりにならない現代科学で今ね、片山先生が言ったことを解釈すれば、はい、精神っていうのはね、はい、どう解釈できるかっていうとですね、はい、大脳皮質、はい、これロジカルな部分が担当してます、はいはい、それが大脳の奥の方、はい、旧脂質ですね、はい、旧大脳、はいはい、これはまあ遺伝子とほとんど違わない古い判断をしてます、ね、はい、それからまあ各細胞中にある DNA、はい、これもまあ約5億5000年間における判断をしてますね、はい、それから細胞の一つ一つも今はちゃんと、まあ、脳のようなものがあると考えられてます、はい、まあ、腸なんかは具体的に実験なんかもされてるんですね、はい、でそれ全体から出る判断とか反応、はい、これをもたらすのが神経だと、はい、そうすると神経は大脳がまあ2割ぐらい、はい、あと残りの4割ぐらいが脳の旧脂質、それから遺伝子、それから各細胞における頭脳の使い方、はい、ってことになる、はい、そうすると自分の目前に来てあるもの、僕自分の周囲にあるものから自分が判断するものと、はい、それから大脳脂質だけがそれに判断するものとの2つを比べると、うん、はい、矛盾が生じるんです、はいはい、それが精神錯乱になり、精神病になり、心が安定しない、もしかしたらもうさらに言えばいろんな病気にもなる、はい、例えば人間は必ず死ぬんですね、人間は必ず死ぬので、別にどう考えたって死ぬのっていうのは別にどうってことないんです、はい、ところが死ぬのが怖いとか、そういうのは大脳脂質だけにある感情であって、はい、大脳脂質以外は死を別に恐れてないわけですね、はい、でこういったことが起こるので、まあ、現在の例えばうつ病とかそういうものは、
大脳脂質だけで考えたものと、うん、そうじゃないものとの間の圧力だと考えるのがまともだと思います、うんうん、それで宗教っていうのは何か、うんうん、宗教が示す人間の心というのは、うん、大脳脂質の影響をできるだけ弱めて、ええ、その他の、まあ、動物としての自分と言ってもいいんですけども、そういったものを表面に出したのが宗教である、うん、はい、したがって大脳、例えばね、うん、一例としては大脳脂質は利己を主張する、うん、はい、自分が得すればいい、うん、ところが大脳以外のところは利他を主張する、うん、そこで人間っていうのは利己的に動いた場合は満足感を得られないんだけど、うん、利他的に動くとえらい喜びが感じられる、はい、これはその精神構造が大脳だけではない、うん、これが近代ヨーロッパの最も大きな間違いで、うん、近代ヨーロッパは論理とか理性とかいうのを強調したおかげで、うん、大脳脂質だけを表に出したというところに問題がある、うん、はい、だからこれはやがて修正されるだろうと思います、うん、それからもう一つ、ね、それからもう一つはね、神経は電磁波で伝わると今桃子さんが言いましたが、うん、現在のところですね、生体内の通信っていうのがですね、うんうん、はい、五感で感じられるもの以外はないんですよ、うんうん、で本当はあるだろうと考えられます、はい、これは例えばプラナリアなんかが一番実験としていいんですけど、うんうん、どうしても電磁波でもないし物質移動でもない音でも、うん、何でもない、うん、だけど細胞と細胞はかなり遠距離で通信をしている、うん、でおそらくですね、あと100年以内ぐらいに、はい、人間の五感ではない通信手段が発見されると思います、うんうんうん、そうすると生体内もそれからこういう自然ですね、うん、はい、ですから自然のどっかの山が、うん、なんか別の通信手段、人間が感知できない通信手段で他の山に連絡すると、うん、はい、別の山が反応してるっていうことも、まあ、あり得るわけですね、うん、はいはい、で科学的に言えばですね、うん、科学って非常に難しいんですけど、うん、自分が理解しないものは否定するっていうのがポンコツ科学者なんですよ、うん、で、ちゃんとした科学者は未知のものあるっていう概念がある、はいはい、ですから未知のものに遭遇した時に、はい、一番典型的で世の中の耳目を引いてるものは例えば UFO とか、うん、はいはい、死後の霊、はい、こういったものは今否定されてます、はい、あれ否定してるのはポンコツ学者だけです、はい、だってかったら、うん、UFO も、うん、UFO のことを話すとすぐみんなが、はい、飛んでる原理は何ですかとか、はいはいはい、それで僕らはそうじゃないんですよ、はい、UFO が存在するということ自体を認めなきゃいけないと思いますよね、はいはい、それからだと、はい、飛んでる方法は、はい、だけども人間っていうものの頭ですよ、はい、大脳必須の論理回路っていうのは、うん、事実を事実のまま認めるってことはしないんですよ、はい、事実に合理的な理由が自分でついたと思ったら認める、うん、こういうことになってるので、はい、まあ、よく超自然現象とかって言うんですけど、はい、それは超自然でも何でもなくて、うん、自分の頭の中にない自然というだけなんですね、うんうん、でこのことがよく整理されてないので、うん、まあ精神病も起こるし、それから世の中の判断も非常に狂うと。だけどそうですね、その1500年、まあまあ、そのなんていうか非常にエポックっていうかの言えば、うん、1640年に真空の実験っていうのがあったんですね、うん、それがきっかけになって、はい、物事は合理的に説明できるはずであるという錯覚が、うん、近代ヨーロッパに生まれたんです、はあはい、それが後にトリチェリーの法則になり、うん、真空になりニュートンになっていくんですけど、うん、はいはい、基本的にはそこから発生したんですね、うん、それまでは神様、うん、つまり全体の真実を知るということだったんですけど、うんうん、論理的になってそれがまだ続いてるんですね、うん、ところが論理的な学問っていうのが400年ぐらい続いてどうもおかしいぞと、うん、っていうことになった。だからその、まあ、稲妻なりなんなりですね、うん、昔の人が直感で分かった、もしくは僕に言わせれば古事記を読むと、うん、はるかに現代科学よりかよく分かってるっていうのは、例えばですね、うん、米というものは、はい、まあ、エネルギーとなぜ感じたかっていうとですね、はい、米っていうのは4月に田植えして、
10月に米が枯れるんですけど、はいはい、あれは本当は枯れてないんですよね。っていうのはですね、植物っていうのは枯れるときは全身が死ぬんです、うんうんうん、ところが稲っていうのは4月から10月までに光合成をした、つまり自分がエネルギーを作り出した、エネルギーのちょうど半分しか使わないで、半分は稲穂として残すわけですね。あそこに稲穂に溜まってるやつは炭素ですから、エネルギーなわけですよ。で、このエネルギー自分が使えば2月から3月、来年の2月から3月まで生きれるエネルギーがあるのに、半分を人間にくれるわけです。そうですよね。それでその人間は、古代の人間はどう思ったかっていうと、その米粒というのはエネルギーを自然からもらったから、それで我々が生きてるから、そこで神棚に飾るんですよ、稲穂だけはね。稲穂だけは神棚に飾ってお祭りするっていうことがあった。今はあのほら、なんかその稲穂のエネルギーというのは温暖化ガスでできてるんですけどね。それからそういったものの死骸が石油になってるんですけど、レジ袋追放したりしてますけど、まあ、現代はそういう大脳支出の不十分な知識で判断してるけど、はい、昔神棚にご飯粒を飾るとか、ご先祖様にお米をお供えするっていうのは当然のように思われた、それは多分このさっき言った大脳支出の判断と、から大脳内部、DNA もしくは細胞本体、それから通信手段も実は人間が知ってるだけじゃないというね、そういうもとでのこの地球上の動きを理解するというのは間もなく、あと50年ぐらいだったら、あ、楽しみですね、盛んに研究される。まあいないとは思いますけれども、ちょっと未来の子供たちに楽しみを託して、それが少しずつ衝撃的な事実、例えば真空、真空っていうのは今まで何もないと思うんですよ、真空が一番物質がぎっしり詰まってるっていうのは、まあ20年ぐらい前分かったと、これね、先生またその日本語の中にそれを示した文字があるんです。なるほど、これまたどっかで次回、で3回目はこれで終わりました。これちょっと、いや、それ3の1ですね、まだね、まだ1か1ですよ先生ね。じゃあ僕しゃべりすぎたじゃないでね、ちょっとじゃあ、言っていただいていいですか。まあだけど、まあ、だからね、いや僕が言いたかったのはね、片山さんのように、まあ、いわば古典とか、神とかいうことからスタートした人は、をみんなが、そっぽ向くんですよ。ああ、もう現代はですね。そう、それはなぜかったら、科学がそこに接近してるっていうことを知らないんですよ。知らないと思います。ね、だから僕なんかは、片山さんの話とかスピリチュアルの話は面白いなと思ってるのは、それは今から50年先の僕らの研究の題材なんですよ、実はね、そこに人間の知恵もあって現象もあるんですよ、実は、だから現象もあるので僕らはそれに注目すべきであると、だから決してこれを見てる人が片山さんの話は、もう飛び抜けた話だというふうに思わない方がいいと。まあ基本的に私は人のことは気にしないんでマイペースでいきますけどもそういうのね、桃子さん、はい、去年、一昨年になりますけども、東大と京大の研究者の方々が、雷から反物質がこう噴出されるということを、発見してますね。つまり、物質と反物質の、この要するにこうせめぎ合いでこの宇宙ができたみたいなことを言ってますけど、物質からその窒素がどうたかこうたして、その瞬間、反物質が一瞬パンと出たっていうのを調べてるんですよ、東大の。楽しみですね、今からね。ということで、まあ、ここはですね、お話しさせていただいたほぼ話ですけど、そうだね、ここの一つだけ、うん、この精神と神社とのこの関わりっていうのが面白くて、これはね、米雷なんですよ、はい、こっちは天大地なんですよ、つまり相互に入れ替えてる。これね、ただまだ私はこの暗号が解けてないんですけど、なんで精神はこの神を後として神社は神を前としてるのか、ただし大地空、空大地の順番は順番じゃなくて内容はほぼ同じであるということを、申し上げて、次多分ね片山先生の次のね、はい、解説者がね、はい、そこはやってくれる、見つけてくれる、はいはい、楽しみです、はい。でその精神の秘密っていう、ここで極東で生まれた日本の精神っていうんですけど、
実はね、歴史を調べてみるとものすごく多くの方々が今からその4万年か5万年か分かんないんだけども、来てて、まあ1万6千年5千年ぐらいに文化がこうちょっと花開くような話を聞きますが、調べてみるとね、もう様々な国から様々な人たちが日本に来てて、その地名に名残が残っています、うん、前回お話した駒市とかね、百済町とか、あるいは越の国、広島の呉、っていったところにね、世界中から、そして秦市は今度はあれですよ、中央アジアですよ、うん、もうあらゆる国が、日本の創世期に、来てたということはもう言える、うん、ですから多部族的な連合国家、うんね、その中で一つの要となる Y 遺伝子をつないだ人たちが天皇家を構築していったっていうのが多分僕の考えではその日本の構成ではないか。だから他を排他しないっていうかね、うん、ちょうど7世紀初頭ですよね、聖徳太子っていう方がおられたかどうかは存じませんけども、17条の憲法、というのを発布されて、その冒頭に和をもって立つ人するとある。で、まあ聞くところによると、その17条の憲法の17和というのは、古事記で最初に出てきた、神代七代の神の顔と一致するというようなことを歴史学者の方がおっしゃってますけども、まあ、とにもかくにもいろんなその人たちが、で文化が、ここにも書いてある仏教、原初神道に始まってですよ、仏教、道教、謙虚、マニキュー、グノーシスとか儒教とか景教とか、もうこれバッと言いましたけども、景教なんていうのはキリスト教のネストリウス派、って言われますけど、はっきりと、京都大僧寺は景教だっていうこと、お寺がね、だからキリスト教なんですよ、言ってみれば。その人たちが京都の渦政に町を作ったね、はい、ことが今はもう仏教ということになっておりますけど、だからまあ日本という国は本当に何ですか、排他しないっていうね、来るものは拒まず去るものを追わずっていうのをもう過去何千年とやってきてるっていうことが言えるかと思います。2つね、はい、学問的なそういう民族系ではね、はい、最近の研究っていうか、はい、まあ、前の研究なんですけど、一つは文字ができて編纂されるという時代というと、大体まあ記憶でも2世紀ぐらいからなんです。2世紀、日本でですか？日本で、はい、いやいや、うん、実は中国から来てるっていうのは全部嘘で、はい、でこれはまあ別に仏性もあってね、それで中国からはほとんど来てないけど、うん、ちょうど文字ができたりみんなが書いたり、うん、史跡を残したりする時ぐらいから大陸との応接があった、はい、ですから日本の文化は、うん、その大陸からの影響が大きいって言うけど、うん、最近の DNA とかいろんな研究を見ると、うん、ほとんどの文化は、うん、フィリピンあたりから来てると、うん、ね、うんうん、しかしそのフィリピンとかインドネシアから来た文化っていうのは、うん、文字を伴わなかったし、うんうん、それからまあ記録っていうのがなかったから、うん、ないと、うん、それからもう一つはね、うん、その頃の集落っていうのはね、うん、今で言えば全部海の中なんですよ、うん、で考古学者はサボってて、うん、海の中を発掘しないんですよ、はいはい、うん、そのフィリピンとかインドネシア、スンダランドとか昔、うん、大きな大陸だったっていうかね、はいはい、そうです。例えばね、なんか縄文時代の人が丸木舟で台湾から渡ってきたっていうのをこの前テレビでやってた、はい、やってましたね。ところがあの頃は台湾と日本は地続きだから、地続き、丸太舟なんていらないとか、はい、だからそういうね、一番大きいのはやっぱり考古学者が海の中を発掘しないってことですよ。あ、もうそのどこまでが海岸線だったか分かってんのに、うん、はいはい、海に潜んないんですよ。あ、潜んない。まあ泳ぎが下手なんだね、はいはいはい、だからダメなんですよ。あ、そうですか。これがあるからね、うん、日本の古代っていうのは、うん、海中の大陸棚を、うん、の発掘が終わるまでは、はい、あまりねはっきり言えない、うん、だから例えば今の、まあ、片山さんの話は一般的だけど、うんうん、多分、うん、中国かなんかの嘘、嘘じゃないかと思います。なるほど。それからもう一つはね、うん、
日本人が融通無碍であるということはなぜかっていう研究がありましてね、それはあの日本人はあのアフリカから日本人、あ、違う違う、人類が出るでしょ。で一旦そのあそこら辺にいるんですよ、中東メソポタミアぐらい。それから一部が北に行ってカスピ海のところにいるんですよ、はいはい、出ましたねその話。そうそう、アーリアが出てくる。行っていいのかどうか遠慮しておきましたけども、それで、はい、北の方に行った連中はアーリア部族で、はいはい、インドにも行ったしヨーロッパにも行ったし、はい、全部行った、うんうんうん、ところがどうも日本のね系列はね、うんうん、メソポタミアの南の海岸から船に乗って、インドの南方、セイロン、はい、ここを通って、はい、これでインドネシア、フィリピン、日本と来たと、うん、これが主力だと、うん、いうことで、遺伝子的にもややそうなんですけど、うんうん、よくあの日本人でね、日本人とユダヤとは名前が似てるとかね、はいはいはい、それからあそこに古代にあったメソポタミアの国家に非常に似てると、はいうん、紋章とか似てるっていうのはね、だからその文字とかそういうのがある時代の前の動きが、うんうんはい、かなりわからないと、はい、ちょっとねあれになっちゃうと、うん、その大陸とのつながりの変調になっちゃうんじゃないかっていうのが、まあ、最近でまあここ30年ぐらいの研究じゃないかなと思いますけどね。そうですね、まあある程度これはオーソドックス的かもしれませんけど、最近ちょっとね、はい、ちょっとはっきり言うの忘れた、はい、多種多様なものを受け入れるっていうのは、はい、主要な民族の中で、はい、古代に歩いた距離が一番遠いのが日本の、うん、それで歩いた距離が一番長いんで、うん、そのいろんな文化を全部経験して、はいはい、太平洋の端まで来て、定着したと、はい、後になって、はい、中国が来たり、はいはい、インドが来たりして、はいはい、それはもう分かってるよ、おじいちゃんのおじいちゃんが話してたよ、はい、いうことで全部受け入れるんだっていうのはね、結構ね、なるほど、偉い社会学者が相当きちっと話をしてます。なるほど、まあ、実はですね、これ私が今回あんまり言ってないんですけど、自分的な考えじゃなくて、まあ、歴史家の方でやっぱりやってる方の中に、やはりその、アフリカから出た人間が中東の質アフリカをして、10万年前ぐらいに出て文化が東西に分かれたと、まあ、それが、まあ、ケルトと日本人であるというような話は聞いたことあります。だからあながち武田先生も指摘の話をしてた時に、先生が締めのことをちらっとこうおっしゃった、ね、そうそう話があったんですが、その締めるの、現部族みたいな人たちが分かれたのが、ちょうど日本とそのケルトというかね、ケルトも3なんですよ全て、うん、日本も三つどもえなんだけど、ケルトの人たちも渦巻きの3っていうのを、まあ、主要なマークに使ってると、まあ、この辺はこう深く話し出すとね、非常にまた陰謀論とか言われたりしたりするんで、陰謀論に近くなる、はい、だから言えないんですけども、まあ、とりあえずこの次のなんかフリップありますでしょうか、はい、でちょっと秘密が出ましたけども、その精神の秘密っていうこの音、なんで秘密っていうんですね、秘密っていうのは秘密、密という音の音の音、漢字では何に、はい、心に必須とか、そう最近は三密思い出しちゃいますね、密そうね、流行り言葉になってますね、よくよくこうずっとさっき先生のお話も出た、はい、いわゆる、メソポタミアから東西に分かれたっていう話にも関係してきますけどもね、ギリシャ、哲学ってありますよね、そのギリシャの中にエンペドクレスという人がいて、そこからヒポクラテスがつなげて、4元素という考え方が出てきます。つまり火と、水と、風と、土で、これイギリシャでは4つなんですよ。でこの4つの組み合わせによって質と、まあ、湿度の質、乾燥の層、そして、温度の高い熱、低い寒、これができるんだというのがギリシャ、いわゆるヒポクラテス医学の出発点なんですよ、この4つっていうのは、うんはいね、でもう一回言いますと、風と土と火と、水で、これインドになりますとね、ここには書いてないんですけども、五代っていうのがあります。で五をまとめたものに、トリグナとかトリドーシャ、トリっていうのは3つのことですよね、の精神性あるいは元素というのが、五代がまず空、そして風風ですね、そして、火、水、土というこの3つの5元素なんですよ。
これを五代と言います。で、フリップにもあると思うんですけど、この五代が見たことあると思います。形いろんなところ続きあるありますかね。はい、これですね、うん、これ日本では外場って言います、うん、これサットバっていうあのパーリー語じゃない、うん、サンスクリット語の五代を表してるんですよ。それぞれの空の形はこれ宝珠、そしてこれ逆さの半円、三角で丸で四角、これで風福火水地とね。でこの五代を、3つにまとめたのが、この鳥同社ですよね。でちょっともう一回戻ってもらっていいですかね。はい、でこの中の日本でなんでじゃあ秘密っていうのかっていうと、どっかで今さっき出てきませんでした、火と水と土、土、うん、でその文字がこの涅槃の槃の中に入ってます、うん、水と火と土。ではあの次元的にはこの涅槃というのは3つのものをこういう板をくり抜いた中に戻すという意味なんですよね、文字、うん、でもあのよく言うでしょ、涅槃成あの成仏しろよと、涅槃に行くぞというのは、すべてを一つにまとめる、もう分けないっていう状態のことを涅槃と言いますよ。でこれが、日本の日の丸と三つどもえということになります。つまり三つに分かれたものを根源に戻るとあの一つのものになる、あの白地に赤い日の丸と、でその三つのことを三と言います。だから三経三拝、三道三拝って言いますよっていうのは前回、申し上げさせていただいた。ですからね、日本人は極を嫌いますと、うん、つまり断言することとかね、後でも出てくると思いますけど、あの桃子さん昔ですよ、あの裁判と聞いたらどんな感じでしょう。嬉しかった、嬉しいという感情が生まれるのか、嫌だなっていう感じ。裁判ですか、はい、物を裁くっていうことですね。裁判、楽しいところ。全然そんな風なイメージはないですね、はい、あの大方の日本人は、うん、昭和30年ぐらいまではみんなそうだったんです、うん、裁判なんか大嫌い、誰もやりたくもない。まあその話、まあ、またさせていただける時間があればしますけども、これ非常に興味深い文章が、あの日本人の、法の姿勢だったかな、日本人の法意識っていう本に出てきます。当時の日本人の考え方が、はい、またこれ時間があればいつか話させてください。で次は何でしたかね。あ、この鳥居ですよね。これさっき、京都太秦にある開古の社の写真ではないんですけども、ここにあるものと全く同じものがあります、つまり3つの柱と三角形、うん、それが逆向きになって合わさってる。実はね、伊勢神宮ってありますかね、伊勢神宮の写真、あの図形、次でしょ、次ですか、ね、はい、次です、うん、伊勢神宮が見れますか、次の写真、はい、これこれね、外宮と、あ、下宮と内宮、いわゆる豊受けの神と天照大神ですね、内宮がね、外宮が、下宮が豊受けの神、北条と太陽、もう簡単に分かりますね。そして、実はですね、正殿が逆向きになって、この正方殿も逆組になってるんですよ。つまり、神社としてプラスとマイナス、陰と陽、この2つでセットだと、うん、物事は三から成り立つっていうのを表しているのは、この伊勢神宮の、お宮の建て方になっています。で、次は、はい。でね、この精神の秘密の最後の方になりますけども、あの飽きることっていっぱいあるでしょ、はい、なんかやっててもう飽きちゃったってね。あのこれね、文字で調べるとね、少なくとも3種類ある、うん、これが面白いのは、空っぽというのも飽きる、満タン、これも飽きる、その時の感情が飽きる、つまり空っぽも満タンもよろしくないと。
ちょうどほどほどのところぐらいでいいんだっていうのがこの、飽きる。あの日本語で飽きというのはこちらの飽きだって言われてますね。いっぱいのものが、たくさんなると。でね、実は僕らの体は筋肉ってあるでしょ、はい、これ伸びるでしょ、うん、適度に伸びると気持ちいい。ところが伸びすぎると切れちゃうでしょ。これ肉離れって言います。あるいは適度にこうやって縮ませるのも気持ちいいんだけど、急激に縮むと痙攣を起こしますよね、うん、つまり過剰になってしまうと、つまり飽きちゃうと問題が生じるっていうことなんですよ。体もそうなっています、うん、つまり精神の秘密ってここ書いていますけども、要するにエネルギーってのは多すぎても良くないし、うん、少なすぎても良くないし、止まってももちろん良くない。適度に流れている時が僕らが元気なんだと、まあ、それは太陽と米を適当にね、適当にっていうのも悪い言葉じゃないですよ、はい、適度に的を当てて食う、ほどほどに食うことが健康元気を維持してるんだっていう、まあ、お話、はい、これあの言葉遊びじゃなくって、全て日本語っていうのはそうやって組み立てられています。あの物事の現象と言葉っていうのは切ってないんですよ、つながってます。だからね、片山先生にこう体の動きを習うでしょ、うん、絶対一生懸命やらないことしてる。中途半端、中途半端がちょうどいい、ほどほどがいい、ほどほどがいい、はい、あのね、あのそれは専門家になるんだったら別ですよ、うんうん、私も今あの経営先生15、6人ぐらい教えさせてもらってますけどね、彼らはプロだから、うん、あの徹底的にやりますね。だけどもその職業じゃない人が徹底的にやるとそれは体壊しますよ。僕ねよく言われるんですよ、うん、武田はね、うん、全部を宙に浮かしてるって言われることある、はいはいはい、全部宙に浮いてる、はいはい、決めないんですよ、はい、これがこうとかあれはああとか、はい、こう決めないで、はい、よく宙に浮いてて平気だねって昔ずいぶん言われましたよ。それね、またあのお時間いただければ、うん、ぜひ話したいことがあります、はいはい、まあ今回は、こんな感じでしょうか、はい、まだ次ありますかね。4は、はい、これで終わりかな。ああ、まあそういう、まあ、これはいいね。これは違いますね、うんうんうん、まあこれもあの、まあ、これもさっき話したね、はい、ギリシャの4代ですね。そうそう、4代、これが、ね、あの5代、そうですね、はい、でこれがこれが万字だね、うん、中国でよく陰陽マークって、はい、陰陽マークね、はい、中国は2つ、2つだね、2つなんです、うん、日本は3つ、3つですね、水の萌え、そして、はい、さらには1つ、それが1つになる、はい、1つになる、うん、まさしくね、まあ、中国は悪いって言うんじゃないでしょ、うん、この要するに順番の日本の象徴っていうのは1と3を取ってる、中国は中の2を取ってるってことになるんですよね、うん、まあ、そういう感じです、まあ、白か黒かっていうやつですよ、なんか元素記号です。あ、これはですね、あの要するにエネルギーっていうのが今こうやって元素っていうところまであの4つからですね、これだけ分かれてるだけなんだと、大して人間進歩してないと。つまりあのキャベツのあの丸ごと1個ですよ、今から2600年ぐらい前には4つに切ってた、それをインドに行ったら5つに切った、で現代人は100何個に切ってるっていう、まあそういう話ですね、はい、だから大してあの人間って変わってないんだって昔から、はい、先生他に何かありますか、武田先生。いや、ちょっと今しゃべりすぎて時間が少し足らず、はいはい、これで終わりにして第4回に行こうかと思ってます、はい、第4回もお話しさせていただける、はいはい、まだまだ、はい、あの片山先生にはご登場いただく予定になっておりますので、はいはい、今回は3回目ということで、はい、日本人の精神の姿勢ということでお届けいたしました、はい、まあ、あの予定の時間ということになりましたので残念ですけれども先生今日はここまでということでさせていただきます。楽しみにまた、はい、ありがとうございます。はい、ということで以上をもちまして第3回は、日本人の精神の姿勢ということでお届けいたしました。今日は、ゲスト3回目でもご登場いただいております一般財団法人生学術協会司祭塾代表の片山健先生でした。武田先生もありがとうございました。どうもありがとうございました。
Yeah.